俺の区間は AWM ハイドモスコーレです。今回はですね、まあ、新しく、レジャーにですね、乗り物のやつが追加されましたので、そちらの方を早速ちょっとプレイして試していきたいと思います。あ、で、こっから選ぶ感じなんや。なるほどね。俺ちょっと、ヤオタイ。ヤオタイ使いたい。ヤオタイ。ちょっと動画映え的にヤオタイ使わせて。お願い。ヤオタイ使わせて。あ、ミニクーパーになってしまいましたね。まあ動画映え的にですね、ミニクーパーでも悪くはないんで、まあこれでやっていきましょう。おい、敵来たのにこの街さ、小さすぎてお前銃全然拾えんぞ。やばすぎるだろう。やばい。全然何もできん。何もできんよ、多分。全然何もできんよ。こいつらももしかして武器持ってない？まあ、ここでパンチを繰り返しても何かが起きるわけじゃないしね。あ、味方がやってくれたんか。ナイス。武器ねえけん、ようわからんわ。なんかこれ、引いとったんやけど、全然気づかんかった。やば。まあそういうことも起きるやろ。全然気づかんかった、マジ。全然ね、意識せずに、なんかね、引いとったわ。やば。俺、現実でも車運転せんとこ。まあ敵おるけど、突ったらなんとかなるやろ。あ、これ、あれなわけ？車とりあえず、破壊したら、車破壊してすれば全員死ぬわけ？あ、そんな感じなの？うわ、これ結構楽しくない？俺もうガン無視して、車ばっか狙おうかな。ああ。でもマジでそれでいいよね、マジで。うん。まあ、人が多けりゃ、まあ適度にね、人をこうやって間引いて、人間引いてから倒して、で、基本は車をね、狙いまくって壊せば、それでいいやんね。車両破壊だ。人なんて倒す必要ないんだ、これ。このゲーム。どんなゲーム？やばどういうあれなんやろうね。ねえ、ほんと。車両大戦闘。一応ダメージ受けるんですよ。車から出たら。うん。で、車ばっか狙いよったら、敵もね、車に戻らんといけんくなるんで。まあ、俺をやるか、車に戻らんといけんくなるんで。もう車ばっか狙えばいいやんな。それでいいんじゃねん。あ、来ましたね、ほんと。これ、物資の近くおったらめっちゃこれ人来るね。挟まれんか、これ、いつか。いつか挟まれそうだよね。逃げてえわ、こっから。ほら、二代目来た。絶対ここ挟まれる。絶対いつか挟まれるよ、ここ。うん、逃げよう。うん。逃げようよ、ここ。逃げた方がね、絶対ここはね、まあ、いい感じがする。やべえ、やってきた。ちょっとよけよう、やば。あ、止まったな。こいつちょっと一回やってみようか。人ガン無視でちょっと車ばっか撃ってみよう。あ、死んでしまった。いや、でも絶対車ガン無視の方が強いよな、今みたいに。車ガン無視して、今みたいにやっていくと。で、こいつうまいな、このね、車運転手のやつ。真っ先に逃げればね、俺が死んでもね、車で、ね、車の中に戻るだけやし、ね、その場に車がなければ、俺なんかはね、ファンデルみたいな感じで、ね、行動できるから、それが一番強くない？この立ち回り強。へぇ、覚えとこう。うん。車一人逃げてから、あと三人を戦わせるやり方ね。うん。多分終盤とかやったら、できんくなるかもしれんけどね、その車に戻らんといけなくなるね、時間がどんどん短くなってくるけん。
まあ無理だと思うんやけど、基本はこうやって車を1台遠くへ走らせて、あと3人で戦うみたいな。それがいいんかもしれんね。別に死んでもいいしさ。まあいいや、とりあえずね、また、人がんましで車ばっか撃とう。多分これ車ばっか撃てばなんとかなるんじゃないマジで。なあ、マジでなんとかなったな、これで。うん。だってね、こっちは二人落とされたけど、これでもう、形勢逆転なわけやん。うん。車ばっか狙えばこれなんとかなるぞ。マジで。うん。図らずもね、なんか、最高の立ち回りをね、初見プレイで、見つけてしまったよね。うん。そんなことある？うん。まあでもこれ強いて言えば、それしよったらね、弾がなくなるかな。どうしても遠くの敵を、ね、やることになるから、まあ4人プレイだし、弾がね、ちょっとなくなりそうっすね。特に5ミリ。7ミリはまあそうでもないけど、5ミリなくなりそうだな。で、結構なんか、SR これ持つ意味ないっすね。SR と SMG は持つ意味ないっすね。まあ7ミリか5ミリの AR を持つのが、まあ、なんか一番強いのかなって気がします。ショットガンもしてるんですけど、ショットガンはちょっと僕未知数っすね。もしかしたら、ショットガンもこれ使うともう強いのかもしれない。なんか車の中に乗っとったら弾がまっすぐ飛ぶじゃないですか。だけどそれを生かして、まあ相手の車に近づいて、まあ車に大ダメージ与えるみたいな。そんなことも、まあできなくもないからですね。まあなんとも言えないけどね。何回かちょっとやってみてね、ショットガン強いかどうか試していきたいですね。それにしても黒焦げのランボルギーニってさ、黒焦げってよりなんか錆びてる感じになってるよね。うちのね、近所の実家のね、近くの海に捨ててある車みたいな、なんかめちゃくちゃね、サビサビになってるもんな。サビサビ。でも子供の頃なんか近所に放置車両みたいな落ちてませんでした。まあうちはあってですね、なんかあそこいつも止まっとる車あるなみたいな。とかあと何ちましょうかね、夜とかなんか夕方になったらね、たまになんか止まっとって揺れとる車あるなみたいな感じで子供の頃思いやったんですけど、まあ今思えば、まあ放置車両に関してはまあそのね、いろんな理由があって、ね、捨てられてしまった車。まあそれも闇があるんでしょうけど、まあどっちかっていうと揺れてる車はね、うん、夕方とか夜に揺れてる車は、まあそういうことなんだろうな、というふうに思います。なんであったかっていうと、自分の近所にですね、なんかすごい夜景の綺麗なスポットがあったんですけど、そこにね、やっぱほら、カップルで来る人っておるじゃないですか。で、やっぱそのカップルで来たら、揺れるんすよね、車の中で。あ、まあ、そういうことだったんだろうなと、今になって思いますね。それに気づいたのは自分高校生ぐらいですもんね。高校生ぐらいの頃はもうそこに行くことはもうなくなってたんで、まあ行くことはなかったんですけど、でも今思えばっていう感じですよね。なんかこのレジャーさ、キルロが雑すぎん、AK しか書いてねえし、誰を倒したみたいな。あ、まあ何回も復活するけんこれしか書いてないんか。それにしても雑やな。これ絶対車狙った方が強い。人がんばしして、絶対車狙った方が強いわ。車狙ったら、人もね、なんか、動きが制限されるんで、特に終盤とかは、こっちの方が絶対強いわ。ほら、もう終わっとる。絶対こっちの方が強かったね。今度からね、皆さんも、このレジャーするときは、もう車ばっかり狙いましょうね。車ばっかり狙えば、それで大体勝てるんで、気持ち人も倒しながら、基本は車ばっかり狙うと。それが一番ですね。まあ、キルラ関係ないんで、まあ、車でよかろう。車で。にしてもね、最終局面さ、だいぶダメージが痛いですね。20秒離れとったらもうかなりダメージ食らうんで、食らうダメージはその、ね、今の段階でアンチ外にいた時と同じダメージになるんで、相当これね、厳しいですね。最後はもうほんと、車に乗ってでの戦いになりそうですよね。で、あと2人ですね。2チームなんで、ワンチャンこれドンカツいけるやろ。こっちもあんま削れてないし、いけそうっすね。
あれ、ここのチームのさ、車どこ？うん、ここのチームの車ぶっ壊したら一気にさ、形勢逆転するんじゃない？形勢逆転とか勝てるんじゃないの？あ、もうこのチームは終わりだな。あ、これで最後やったんや。あ、オッケー。なんか計らずもね、最強の立ち回りを見つけてしまいましたね。ああ。